よかった。開けといてよかったわ。クルーメイト。今日ね、思い出したんだけどね、メモ用紙を持ってきてなくて、だから、この、なんて言うんだろう。覚えげ。気をつけて。すごい。素晴らしい。押せる。押せるんだね。押せる。ダメんだ。押せる。押せるの、ズズ。押せる仕方知ってたん。知ってるわ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。アモアスはやってるからね。やってんのよ、俺。これが押せるってことはモッドを入れたってことですよ。あ、なんでモッド入れんとできんの、みんなは。あ、そうだとしたらみんなは下手よ、逆に。だとしたらめちゃめちゃモッドがないとできないっすよ。あー、こう、モッド入れ、外してモッド。泣きそうや、ズズが成長して。これボタン押しただけで成長。とりあえずダウンロードしてから考える。あの、ティッシュの裏側に書くわ、もうこれ。あ、大丈夫だった。藤宮か。マジ直近だよこれ。お、死体見つけました、ズズ。どこどこ？キッチンですけど、ね、オラフくんがすぐそばにいました。おお。え、これガチ直近だよ。とりあえず貨物の停電のとこに藤宮武を行って、あと勝ち合っててもう一人触ってるはずです。停電を。展望？展望か？停電が展望でズズ触ってました。ああ。もう右側にいた人全員白。あと高田さんも白。うん。うん。というかもうオラフくんさんでいいと思う。サンオラフさん以外。オラフさんくんですよ。いない。いや、むずいよ。オラフくんしてんの。オラフくんさん。え、ちょっと待ってくださいね。え、僕とエンジンで湧いて、ナナコさんと湧いた気したんですよね。湧いたよ。合ってますよ。で、ナナコさん左行って、で、僕は宿舎前の方にダウンロード行って、でそれが終わった後に、武器庫の方に行って武器しまったあたりで停電が起きて、すぐにもうキッチン入った段階で停電が治ってバーガータスクしてて、いきなり今ボタンって感じで、ズズさんから僕にっていう主張。あ、ズズさんって主張かな。あれ、いや、ね、なんか僕誰も見てないんですよね。時系列がちょっと分かってないんだけど、はい、ナナコさんはさっき、事実エンジンで湧いて、はい、湧いてましたよね。湧いた湧いた。で、武器庫の方に向かって、あそこの、ショットガンと拳銃のやつを入れて、はい、でその後停電中だったんで、コックピットの方に向かってアドミン見ようと思って、はい、アドミン見る前に前のタスクを終わらせて、でアドミン向かおうって最後見てないんです、数字は。でその前になったっていう感じだったので、はいはい、コックピットの中にいるんですね。今コックピットにいます。で、あ、ズーさん、あ、すれ違った許可はないです。ズーさん、死体の細かい位置ってどの辺でした？武器庫とキッチンのあのちょっと廊下あるじゃないですか、ゴミ箱と。ああ、あのあたりですね。あ、じゃあ、ズーさんって大丈夫です。僕、武器庫キッチン行った時には誰ともすれ違ってなくてバーガータスクをやったんで。大丈夫じゃないよ。主張するなら、アルマができると思う。あ、アルマくんできるんですか？あ、僕もできる。アルマができる。待って、僕ボタン押す。僕ボタン押します。3人容疑者いるなら、僕、タンズレでもいいかもっすね。あ、ちょっとボタン押しに行きます。ボタン押しに行きます。ごめんなさい。いえいえ。プロド。僕の時系列説明しますね。はい、
コックピットに高田さんで通信室ダウンロードしてたんですよ、シン様は。で、それを置いていって、で僕はどっちかが死んでると思い U ターンして見に行ったら、シン様が武器庫に下っていって、こコミュニティから。でごめん、一瞬さ、じゃあコミュの中覗いたりした？入ってない？いや、入ってないです、入ってないです。シン様はもうすでに出てきてました。で、てか、そもそもなんだけど、ズズさん視点でオラフ君が横に立ってたっていうんだったら、ズズさんとオラフ君のロールでいいんじゃない？だって、オラフ君視点、死体見てないって言ってて、それで食い違ってない？あ、で、ごめんなさい。で、続きを説明すると、そのままコックピットに入って、高田さんがアドミを見ていたんで、それを見てました、僕は。アドミを見てる高田さんを見てました。はい。でだからなんか高田さんが情報出るかなと思ったんですけど、その武器庫に例えば2ついてたとか、キッチンが3ついてたとかだったら、あ、4とかかな。まあ最初はキッチン3なんだけど、その直前はキッチンが2、その前はウロウロって感じだった。うん、うん、最終アルマさんはどこなんですか？コックピット下見えてる俺。うん、慎太郎がね、コミュのそのダウンロードやって、武器入ってキッチンに行くルートはなんとなく終えてたんだけど、こう、そんな意見が対立してるから、ズズさんの意見をもうちょい聞きたい。どういう視点だったのか教えてほしい。僕は、停電が起きた時に、てか、まあ、停電前に一回僕展望デッキ入ったのを、まあ、何人か見てると思うんですね。中野さんも見てるのかな。はいはい、見てます、うん、で中入って左のダウンロードタスク終わって、で停電が起きて停電を直したんですね。で僕がここで停電を直したっていう証言は、あの一緒に停電直してくださった、勝ち合ってます。そうそうそう、で勝ち合ってるっていうのだから、でそれが対抗が俺しかいないから、うん、俺は多分停電直したっていうのは確証でいいと思ってるんだよね、うんうん、確証っていうか多分正解でいいと思う。その後です、死体を見つけ見た時の話を聞いて、でキッチンの上の方に上がって、オラフ君さん戦がいたから、オラフ君、うん、オラフさんがいたから、近くに寄ってこうと思ったらレポートが光って、レポートの後ってみたら、はい、上に死体をって感じ、はい、オラフ君が、オラフ君の遺言で、タンズリにしてくださいって言ってたから、タンズリにしませんか？スキップしますと。まあ、これはマラコさん、最後、コックピットって言いましたっけ？言うと、どこにいます？タスクの前のところ。まあまあ、ワンチャン見落としてた。めいや、オラフ君のその遺言をちゃんと組むべきだと思う。その2人だからローダーすればっていうよりかは、容疑者3人いるんだったら、ズズ、これボタン入れてくれる人いないかな。ナイス。はい、ごめんなさい、ちょっと1個前のキルの話で1秒で終わる話、ごめんなさい。高田さんってコックピット3ついてるの見ました？いや、ついてないんだけど、コミュニケーション前通路に入った人間はいた気がするので。 あとあの藤宮です、これセルフ。ああ、え、なんですか？あのベッド見た。僕は僕視点を説明すると、貨物の覚えるところを行って、源さんが、僕視点では配線のところに残してきてました。で、僕がその覚えてる時にベントが開いて戻ったら発見 で一応診察室下の扉も開けたんですけど、下側には誰もいなかったんで。え、どういうこと？にベントが、あ、もう一回言って。一応藤宮の師匠は通ってるっちゃ通ってるな、うん、ちょっと待って、もう一回言って。覚えゲー見てる時にベントが開きました。あ、戻って発見で、診察室扉閉まってたんで一応開けて奥も確認したけど誰もいなくて発見です。あーっと、藤宮じゃないかもしれない。俺は診察室側から弁当が開くのを見て、はい、で扉を開けた人物が藤宮だったから、うん、青色がチラッと見えたから、そうですね、あ、藤宮かと思ったんだけど、うん、診察テレビのドア開いてたって言いました？閉まってる。はい、ズズが無理ってことだけは証明できる、今回に関しては。武雄さん無理かな。うん。アルマさんはどこ行ったんですか？
え、藤宮じゃないエレキからメイン上がってシャワーです。シャワーアーカイブがラスト。うん。高田さんは誰か見られてます？それは誰にも見られてないかな。うん。だって高田さんはだって診察の中から藤宮くんも見てるんでしょ、来てる。僕は見れてるなら、まあ。まあ、それしか見てない。うん。あ、弁当開いたと思って、あのゴミの抜きをパッてやって、うん、弁当開いたと思って扉開いて、もうまあ、ずっと見てすぐ戻って発見なんで、今日はまあ、シャワーにいるアルマさん。ああ、まあ、うん、まあいいですけど、高田さんとエレッキですれ違ってますよ、結局。あ、そうなの。まあまあ、直近で、はい。まあ、アルマさんとのローラーでもいいと思ってますが、初日、まあ、アルマさんの方もあるっていうのだったんで、いや、ローラーっていうかね、ごめん、藤宮の師匠ってめっちゃ綺麗に通ってるから、俺はちょっとむしろ白く見えちゃったね、今の。え、マジか、これ、やばいと思うけどな。一応じゃあ、コミュ前いきます。左行きます。麺屋さんは白く見ていいと思うんだよな。ああ。ああ。ナイス。藤宮じゃねえかよ。ちょっと相方を。相方来る人は相方を。騙されたよ、これ。よかった。開けといてよかったわ。藤宮じゃねえかね。僕ですよ。エンジン開けといてよかった。藤宮かよ。え、昨日入れたところを投票しません？あ、確認しません？僕藤宮入れました。僕スキップ入れましたけど。僕もスキップ入れちゃいました。俺アルマリ入れたよ、藤宮白く見えたから。しゃっ。藤宮。しゃっ。しゃっ。あ、実質勝ちですね、これは。負けてんだよ。いや、マジかよ。頑張れ。いけるぞ。超綺麗に通ってたよ、マジで。いやー、誰誰？まだある、まだある。まだあるな。誰だ、もう一郎。でも、だいぶ補足されそう。うん、そのキッチンキルの犯人でしょ。そうそう、その犯人がまだ残ってることになってるから。まあ、ズさんか、ナナコさんが、みんなの知なんか、話の合わなささは、ナナコさんの方って気がするけど。うん、僕がコックピットだったのが違ったのかみたいな話がずっと混在してて。そうっすよね。うん。あれでも普通にオラフ君とズズさんがもう食い違ってたからもう絶対そこで一応チルと思ったんだけどな。まあ飲み屋さんの仕組み。死体があったなかったの話をしてたから。そうそばにもうオラフさん立ってましたよみたいな話じゃん。もうこれ高田さんが目の前いるから切られたらきついな。バーガータスクしてたから全くわからなかったんですよ。うん。ズズさん。あ、ズズさんいらっしゃるのか。うん。うん。はい、ナナコさんです。こうなるんかい。ナナコさんです。こうなるんかい。ナナコさんです。はい。ズズです。あのコミュニケーションサボタージュのところで3人で向かってズズが切ってっていうタイミングで。やばいな。まあもう同じこと言えるんだけど、あの、うん、あれだよね。初日の感じでいくとオラフスンが実は違くと俺がキルしたみたいになっちゃってるよね今。まあもうそうでしかないんだけれど、結局あそこのタイミングのところで、うん、ズズがあの、うん、まあオラフ君がっていう話をしたこと自体が全部、うん、まあその、うんうんうん、そうだよね、腹立つ腹立つ言い方すんな。その話を多分出しても結局多分ズズはあの日釣らないってなったから、うん、白黒の心眼がもうつかないと思うので、もうその話は俺置いていいと思って。初手キル教えてくれ。初手キル。あ、初手キルがいい。ナナコさんだと思ってたんだけど初手キル。あれ、うん、俺はもうそうしか見えない。だから武器こいってキルして上逃げてったんだ。ズズさんでできるんだっけ。僕はめちゃくちゃできます。いや結局あそこのオラフ君のところで死体発見ができるの。ああそのキッチンで死んだって話をしてるのはズズとオラフ君。ズズさんがズズさんがそっか。そうズズがめっちゃ怪しいのよ。でもね見つけてんだ。そうだ。でもでさっきも言った通り、剣士があのコックピットのところで見てて、はい、ナナコさんがその武器庫に入ってコックピットの方向かったっていう話をして、うん、はい、
だから多分中野くんがコックピットに3ついてるの見なかったって話してたと思うんだけれども、うんうん、そうだから、うん、あのね、僕は最初、うん、この、このま、あの、終わんなかった時点で初手キルが、うん、あのね、アルマくんとか高田さんとかから七子さんがコックピットにいたかみたいな疑問が上がってたから七子さんかなって思ってたんだけど、確かにズズさんのセルフがあるってことだよね。ティッシュがコックピットの、3と2の情報を出してないんだよね。だからそこをちゃんと精査しなきゃいけなかったんだけど、多分それはもう結局ヌラレイチになるから、それよりも俺リアクターの右をメイヤーさんとさん向かって一緒に直しに行ったってところで拾ってほしいんだよ、ね、分かった、俺近くにオラフさんいるのにセルフでやるかなって話、まず俺がインポスターだったらオラフさんがええって言ってたから、セルフでやるかなって話、セルフでやるかなって話、間違ったらごめん、マジわかんない、イエイイエイ、面白い面白い、ごめん。ナイスファイト、ナイスファイト、切ればよかった。1キル目コミュニ一瞬僕死体確認で入ってたらしいです。あ、やっぱ入った。申し訳ない。その1キルはねチラッと見える。だから7つ。そのあ、まあでもコックピットの食い違いだけだったわマジで。あとまあセルフしなさそう。あとはもう2人ともすげえパッションだったからな。いや俺もミヤちゃんのためにちゃったな。全然大丈夫ですよ。僕もバカと好きすぎて使わなかったんで。いやー惜しかったっすね。7個1キル目って廊下？廊下です。廊下だよな。もうちょうど廊下のところ。はい、コミュ前通路ってことですか？コミュ前通路。キッチンと武器庫の僕がいたところで切った感じでした。で最終位置廊下だよね多分。最終位置は武器庫か、武器庫じゃない、位置的にいなかったから普通にし、俺オラフ富士宮で終わると思っててさ、終わんねえからってなった時に、あ、もう七子さんとワルマくんがそのコックピット情報で食い違ってたぐらいかなみたいに思ってたから、マジでもう手汗やばかったさ、最終日全然わかんなかったいやもう6人にインポスター顔面もうめっちゃテンション上がってたのに、いやもう誰もミーティング上がんないからまあ企画かなと思ってたけど、まあしゃべっていやちゃんと一緒にいたかったんだ俺は。そうですね、いやちゃんを探してたんだ。藤宮のあの弁当のショーが筋通ってんなと思っちゃったな。いや危なかった、危なマジで流れるように出てきましたもんね、あー確かによかった、アイニーローラーしなくてな